そしたくれだきっと、やべるべてもしゃあねえべ。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 そんなことかやっと、やっけ、やっべ、やるしかねえべ。そんな記憶あっけ、あっぜ、あっぞ。なんじゃやるしかねえわ、生きる。はい、皆さんこんばんは。鴨井雄三の優しい人よとバタバタと始まってしまいました。今日が8月の2回目の放送ですね。まあちょっとね、オープニングからもう真っ暗ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。1週間早いですね。なんかね、もうバタバタです。結構ね、やることがいっぱいでね、あっという間に1週間が過ぎていくという感じですが、夏もこうやってあっという間に過ぎていくんでしょうね。ですね、今日は実はメールテーマはまあ先週に引き続き怖い話ということで、皆さんからのですね、怖い体験、怖い話募集しておりますので、どしどしお送りください。まあちょっとね、冒頭はちょっといろんな話をしようかなと思ったんですけど、先週ですね、8月の6日金曜日、生放送を見ていただいた方、もしくは再放送を見ていただいた方は分かるかと思うんですけど、木村敦樹さんというですね、方のライブを放送しました。この方がどういう方かって皆さんご存知ないかもしれないです。僕はずっとブログとかで有価団、元有価団ということでお話してたんですけど、有価団を知らない方はすごく多いかなと。だけど多分大阪ではすごく知られている、ブルースバンドということで、今はもう解散してですね、このボーカルの木村敦樹さんだけが、ソロで活動しているという形なんですけども、まあそんな木村敦樹さんのですねライブ見てきましたけど、すごく良かったです。残念ながらね、なかなか人は集まらなかったんです。まあでもどうだろうな、半分ぐらいはもうライブハウスの半分ぐらいは人は入ってたかな。初めはねどうなるかなと思ってたんですけど、でもあれはぜひ生で聴いてほしかったなというライブでした。すごくね、なんていうかな、ブルースとかジャズっぽい、そういった、要素を持ってるんですけど、大阪の本当にね、なんか下町で、ギター一本で歌ってるというような感じのライブを、それこそステージで見せてもらったという感じですね。人情味あふれるというかね、なんか大阪人のユーモアというか、そういったものが全部詰め込まれてて、そして、まあ長い年月ギターを弾いてきた、歌ってきた人のその味というかね、そういう雰囲気がすごく、ライブハウスいっぱいに広がってる、そんな、ひとときでした。前に猫さんとかね、四角恵子さんのライブも生放送しましたけど、まあ、今回ちょっと木村さんのは、今日は皆さんに紹介したいと思います。楽曲をね、皆さんに何曲か見てもらおうと思っておりますので、ちょっとね楽しみにしていただけたらいいなと思っております。木村敦樹さんがどんな人か皆さん知らない人がすごく多分多いと思うんですけど、今日はその木村敦樹さんを紹介したいと思いますので、楽しみにしててください。まあそんなわけでですね、今日も、始めていきたいなと思うんですけれども、まあちょっとね先週からやってますけど、怖い話ね、もういよいよ今週はねお盆突入ということで、お盆休みの方ももう休み入ってる方もいるかな。まあそんなわけでね、こういう話をするにはもうもってこいの時期ということでですね、今日はちょっと県内の心霊スポットというものをですね、ちょっと探してみました。まあ映像とかないんですけど、ちょっと紹介していこうかなと。すごくね面白いですね。心霊スポットで栃木県で探すと、それをまとめてホームページにしてる人が結構いるんですね。でまあ僕も身近にある場所とかも載ってるので、
それを後でゆっくり皆さんに紹介したいなと思っております。まあね、どんな、場所かっていうのはね、これから、まあ1時間たっぷりと皆さんにお送りしていきたいなと思うんですけど、まあこの暗い雰囲気、僕はあの案外映像見てると嫌いじゃないですね。僕の顔のテカリはすごく目立ちますけど、このなんか間接照明の雰囲気、あの怖い話だけじゃなくて普段の放送もこれでやろうかなってちょっと思ってます。そんなわけで、今日もですね、カモユーゾーの優しい独り言始めていきたいなと思ってるんですけども、さあ、まあそんなわけでとにかく皆さんメール送ってください。皆さんのメールですね、怖い話今日はずっと紹介していこうと思っておりますのでよろしくお願いします。まあそんなわけでとりあえずカモユーゾーの優しい独り言8月10日の放送始めていきたいと思います。今日は102回目になります。今日もよろしく。走り出す走り出す、止められないよこのバイブレーション、止めどなく君もなく、またまた続く My Reflection 鳴らせ、その時言葉は語らせ、ただ君を強く抱きしめたいのを、サイドミラー映し出す色鮮やかな過去たまら流れて、皆さんこんばんは、カモンユーゾーです。今夜もですねちょっと怖い話をしていこうかなと思います。まず今日はですね、先週はちょっと僕の経験談なんかをちょっと話したんですけども、今週はちょっと栃木県内の怖いスポットというのに注目してですね、皆さんに紹介していきたいなと思うんですけども、まあちょっと残念ながらそういった資料等、写真では皆さんにお見せできないのですが、ちょっとねインターネットを調べると、路地裏戦慄の心霊スポット栃木とかですね、心霊スポット栃木編とかそういったサイトがたくさん出てきます。その中からですね今日は皆さんに何箇所か、確かにあそこはそうだねというような場所を今日は紹介していきたいなと思います。ではちょっと BGM が大きいんですけどね。まずですね、まあ、栃木県といえば、観光地、これね、僕この間ずっとこの怖い話しようと思っていろいろ調べてて、稲村淳二でいいのか、いやとかいう人ですね、あの人の特集の動画がヤフーだとか、YouTube だとかでアップされてるんですね。で、まあどうなんでしょうね。まあね、雰囲気は確かに怖い雰囲気を楽しめるんですけど、まあとにかくその中でもお話ししてたのは、割と観光地にはそういう場所が多いと、人が集まる場所に霊っていうのは集まってくるからというようなお話をしてましたが。栃木県でも特に観光地で名高い日光にはですね、華厳の滝という滝がございます。ここはどうなんでしょうね、最近あまりニュースでも聞かなくはなりましたけど、僕が小学校の時なんかはもう本当に自殺の名所でですね、実は
小学校の時の写真で僕のいとこの、集合写真ですか、お怖えなこれ、集合写真にはですね、写ってはいないはずだった人が写ってるとか、足が一本多くなってるとか、そういうのがちょっと何枚かあったんですね。まあ、あの華厳の滝というと、多分華厳の滝心霊写真で探すとパソコンでも結構出てくるんじゃないかなっていうぐらい、心霊現象の多い場所になるんですけども、以前あの実はね、あの学生の頃に友達と行ったことがありまして、でその時にやっぱりね、嫌がる人っていうのをあの目の当たりにしてるんですね。あの本当に、あ、稲川淳二ね、はい、稲川淳二でしたね。まあ、あのそう、華厳の滝ってあの昼間はいいんですよ、ね、だけど割とね夕方になるとすごく一気に急に寒くなるような場所で、まあ、僕は何も、ね、感じるタイプではないんですけど、本当にね早く帰りたいっていう人とか、子供でもなんかいるとかっていう風に指さしてる子とか、割とね観光地なのにあそこに行くとね、そういうのを見る人がいるんですね。まあそんなわけでぜひ、もしそういうところ行って涼しくなりたいなっていう人は、滝を見て涼しくなるだけじゃなくて、ここがその例のスポットかと思いながらですね、見てみるのもいいんじゃないかなと思っております。まあね、華厳の滝は有名な話ですが、ちょっとねサイトの、ちょっとお話をしましょう。心霊スポット写真館、心霊スポット情報栃木というですね、サイトがあるんですけども、これはですね、栃木県心霊スポットで探すと一番最初に出てくるページなんですけども、ここにはですね、僕もあんまり話に聞いたことないんですけど、宇都宮にはあの首切り坂という、あの実は先週ね、僕の放送では仙台にも首切り坂という場所が何か所もあるというお話をしたんですけど、宇都宮にもどうやら首切り坂と呼ばれる場所があるそうです。これご存知の方いたら、よかったらチャットの方で盛り上がっていただいてもいいんですけどね。首切り坂、場所がですね、サイトに載ってるんで言っちゃっていいと思うんですけど、宇都宮の一条町、宇都宮市一条町っていうのかなこれね、一条中学校の北にある坂で江戸時代に処刑場があったと。その首切り坂の近くに草が生い茂った空き地がある。その空き地が近所ではいわくつきの土地として名高い。その土地に何かが建ってもすぐに引き払っていくらしい。昔そこに池があり、処刑場の血が大量に流れ込んだという。足を踏み入れた者は災いが降りかかるとのことという、ね、場所があるんですね。これご存知の方いますかね、宇都宮の首切り坂。まあ、あの華厳の滝はね、まあ、先ほども有名な場所だというお話しましたけども、ここにもやっぱり華厳の滝載ってますね。県内屈指の観光名所であり心霊スポット、また1世紀以上も自殺の名所として名を馳せており、自殺の名所としての歴史はあの富士の樹海よりも古い。今では華厳の滝で自殺をする者はいなくなったものの、写真を撮ると数十枚に1枚は心霊写真が撮れるという。エレベーターが止まるので深夜の肝試しは厳しいと。これあれですね、華厳の滝よかったらあのベネルッパさんでも連れて行って、ちょっとカメラ持ってですね、滝まで撮りに行ってもらいたいなとも思いますね。肝試し、いいですね。そしてですね、あの本当にこの那須でね、あの最近ちょっと名所になってきちゃってる場所があります。こういうところで言うのもどうなのかなとは思うんですけど、これはね結構新聞にもしょっちゅう載ってるので、本当ね下に網を張ったりとかいろいろ今されてるんですけど、那須高原大橋というですね橋があります。ここも確かに時々聞くんですね。写真に写るとか、橋の上から下を撮ると必ず下に人が写るとかなんとかっていう、いわくつきの橋なんですけども、那須大橋とも呼ばれている、まあ、ここですね自殺の名所で、今まで300人以上が橋から身投げをしている。橋からの眺めが絶景で吸い込まれそうになるという。霊感が強いと誰かに引っ張られる感覚さえもするらしい。たびたび女性の霊が目撃されていて、もし目が合ってしまうと
橋を越えるまでついてきてしまうのだというというですね、このねあんまりねこういうので有名になってほしくない場所ですけれども、まああの那須高原大橋、確かにあのもう立ってからね結構、その身投げをするという記事は新聞で何度も、目にしているので、まあ、そういう現象もね起きやすい場所なのかなというふうに思いますけどね、そしてですね実はあの身近というとまあ、これがどの場所かというのははっきり皆さんには言いませんけれども、今ちょっとね何かいるんじゃないかって言われている場所が最近ちょっと僕の身近な人でずっと言ってる人がいるんですね、それはある建物の横にある小さな小屋なんですけど、その小屋の中にあの割と夜中に一人で作業したりしてるとどうも部屋の角からこっちを見ている人がいるという人が、実はその人だけじゃなくて他の人もそれを感じたという、話がですねある場所があるんですね、まあ、こういうことをやっていいのか分かりませんけど、ちょっと今度それをその部屋を写真を何枚か撮ってみようかなと思っています。霊感のない僕でもそれが撮れるのか、まあ、何かが映るのか分かりませんけど、まあ、近々それをちょっとね皆さんにも見ていただこうかなと思っております。まあ、実際撮れるかどうか分かりませんけどね。で先日ですね、まあ、某ミュージシャンの方のブログを見てたらですね、自分が歌ってる 自分たちが歌ってる写真を載せてですね、そこにオーブというものが写ってるという話が載ってました。それが誰かは、昨日のベベベベベネルッパを聞くと分かるんですけども、そこにですね載ってるオーブ、なんか妖精とか精霊という話もあるんですけど、あれは霊体が写ってるという番組もよく見るんですよね。霊体がそのなんていうんですか、人間の形じゃなくね、その霊体としての形で写っている、まあ、そういう現象がオーブという現象なんですけど、実は僕はオーブはたくさん撮ったことがあるんですね。これが今からちょっとお話しようと思った、もう一箇所の名所なんですけど、僕らあの免許取り立ての時代によく行っていた心霊スポットがあります。これがどこかというとですね、矢板のトンネル、矢板のおばとん、矢板のお化けトンネル、略して矢板のおばとんと呼ばれるですね、トンネルが存在するんですね。これどうもこのサイトの方でですねよく読んでみると、県内で最も有名で恐怖と名高い心霊スポットだったということです。この近くで死体遺棄された男性の霊がさまよっているとか、急に長い黒髪の女性が背後に現れるとか、内部で地響きのような音を聞くと気が狂うなど、霊が集まりやすいスポットなので夜間の訪問は憑依覚悟、国道461号線で塩屋町に入る直前を右折すると行けるというような説明がありますけれども、今このトンネルは確かチェーンか何かが貼られてて中に入れなくなってます。徒歩で入ることはできるんですけど、行くと分かりますけど、今ちょっと僕はなんか寒くなってきた急に、本当にそこはやばいです。僕ら本当に免許取り立ての時に映るんですってね、使い捨てのカメラあって、でそれを持ってそのお化けトンネルにみんなで行ったことあるんですよ。で、その時に何枚も写真を撮って、で先週もお話したんですけど、その当時霊感が強い女の子がいると、で私は行きたくないという話をしてて、行った青木邸という、まあ、綺麗になっててねすごく入りやすくなってますけど、その場所に行った子にその写真を見てもらったことがあるんですけど、人が何人か写ってるよということを言われて、でもどの写真もそれこそオーブが集合してて真っ白っぽくなってる写真なんですよ、みんな。その写真あるので来週あたりちょっと皆さんにお見せしようと思います。多分霊感のある人にはそれが人に見える場所があるらしいんですよ。その写真は今も保管してあるので来週それを皆さんに紹介したいと思います。まさか県内でそんなに有名な心霊スポットになっているとは思わなかったので、
僕ら行った時の写真をですね来週は紹介したいと思います。この矢板のお化けトンネルに関しては僕ら結構噂がたくさんあって、トンネルの真ん中で、まあ、実はねトンネルの真ん中に、石碑が置いてあったんですよね確かね。でそこには落書きだらけだったり、その落書きされてたりするんですけど、そこにはお供え物が置いてあったり、すごくトンネルの中なのに真ん中のところ不気味なんですけど、実はその場所でエンジンを切ってですね、アクセルを3回踏む、そしてエンジンをかけると何かが起きるという、まあ誰が言ったか分かりませんが、そんな噂を耳にして僕らも行った場所なんですけどね、その時の写真、あれ不思議としばらく見てない間に何かが映り出してるっていう現象があるって聞いたことあるんですけど、ちょっとね探してみます。まあ多分あそこにあるなって場所は分かってるんで、来週ちょっと皆さんにも紹介しようかなと思いますので、来週はもう少し寒くなるようなね、放送になるかもしれません。その他、ね、結構県内のスポットいろいろあるんですね。足尾銅山、これなんかもね歴史的にはすごく有名で、足尾町で、まあ、銅山がここ確かにねすごくね神秘的な雰囲気のする場所ですね。皆さん行ったことあるでしょうか。ここに書いてある説明だと、1610年に開山し1973年に閉山と、歴史も規模も国内最高峰、明治18年に有望鉱脈が発見され、爆発的な発展を遂げた。閉山後も多くの関連施設や住民がそのままの形で残され、今でもこの地域一帯に数多くの廃墟が見られる。現在はテーマパークのような形で公開管理されている。廃屋や、坑道での心霊現象が多く心霊スポットになっていると、まあ、心霊現象のね、まあ、原因っていうのは、まあ、何も書いてないようですけれども、まあ、そういう場所に人が集まって霊が集まりやすいというようなことですかね。あとこれよく聞くんですけど、ケンちゃんハウス、これ皆さんご存知ですかね。県内の方結構聞いたことあるのかな、ケンちゃんハウス。場所が宇都宮市にある、心霊スポットということです。ケンちゃんというおかしな行動を取る子どもがある日突然家族を皆殺しにしてしまった。ケンちゃんも入院するか生き絶えたかでいなくなった。その空き家がケンちゃんハウスと呼ばれるようになった。ケンちゃんハウスらしき家は何軒か存在するようだが、最も有力だった家にはすでに有力だった家はすでに取り壊されているという、これ実はケンちゃんハウスっていうのもね聞くんですけど、ピンクハウスっていうね、名前の心霊スポットも僕ら学生の頃よく聞きました。結局見に行かないまま、なんかどうもそこも取り壊されたという噂ですけどね。県内にはいろんな心霊スポットがあるもんですね。摂政石ね、那須にある摂政石、ここもどうも心霊スポットとして、選ばれているようです。10個の星のうち5個、恐怖度ということで、割とね、高めの評価になってますが、女に化け悪行を繰り返していた九尾の狐が退治された後、毒を放つ摂政石になったと伝説上では言われている。地中から有毒ガスが出ているので危険な一帯ではあるが、歩道が整備されており人気の観光スポットになっていると。日中はただの観光スポットだが、誰もいない夜は一変するという書き方ですが、確かに僕これ実は那須にはですね、その摂政石を越えてその先に展望台があるんですね。そこに結構みんな本当に免許取り立ての時は行きました。僕も何度も行きましたけど、この実は摂政石、確かにねトイレがあってそこのトイレ寄ったりもしたことありますけど、かなり雰囲気悪いですね。硫黄の匂いがしてね、温泉っぽい感じはするんですけど、本当にちょっと手前まで温泉街なんです。ただそれを越えて摂政石に行って、夜なんかあそこ歩ったら本当怖いですよ。ぜひ肝試しにはいいかもしれません。もうあんまり心霊スポットとしてあんまり地元の人間はそうは感じてない場所ですけどね。かえってその先のその展望台の付近、その辺りの方が割と写真に写ったとか、多分ね人が集まってるから余計集まりやすいのかなと思うんですけど、
まあ霊感のない僕には何も、ま、毎回感じられず平気で写るんです。なんかでも学生の頃はよく写真撮ってましたけどね、まあそういう場所が那須にも実は存在しているということで、まあね怖い場所これあのね先週もそうなんですけど、BGM がね怖いんですよ。 BGM が怖いから余計ね怖くなってくるんだよねこれね。それでは、その他どうなんだろうなこれ、あとは僕聞いたことがない場所も結構載ってるんですけど、これ結構取り上げられてるのはスバナって呼ぶのかな、足利市にあるスバナトンネルというやっぱりトンネルなんですね。ここには明治大正昭和の3つのトンネルがあると、評価としてはね7つ星がついてるんですね。明治大正が心霊スポット、明治っていうトンネルの方では老人の霊が多数目撃されている、だが実のところ本当に恐ろしいのは大正の方らしい。これあれかな、時代ごとに作られたトンネルっていうことかな、あれかな、途中途中その区間を言うのかな。大正の方が新しいのにフェンスで完全に封鎖されていると、フェンス越しに光で内部を照らすとトンネルの奥で誰かがうずくまっている姿が見えることがあるとか。ここもちょっと見てみたいですね。スバナ、スバナでいいのかな。ぜひですねちょっとよかったらナスウェーブでこういう場所ねちょっと、探しに行ってみるのも面白いかなと思いますね。まあねお祓いしてくれる人はちょっと知り合いがいるんで、まあ、やってみても面白いかなと思うんですけど、なんかすごい怖いなこれこの雰囲気。なんかね怖い話してるわけじゃないんですけどね、怖いスポットだけの紹介なんですけどね今日はね。まあピンクハウス行ったという人も乗ってるようですが、そして、さらには、観光地になりますね。これもね戦場ヶ原、ここは結構聞きますね。どこっていうわけじゃないんですよね、まあ実際に戦があった場所ですから、実際に戦があったわけではないんですね。ここはね、伝説上の神様赤城の神と日光の神が、大百足大蛇に化けて戦ったとされる場所。自然豊かな開放的開放感あふれる土地でハイキングに最適。この周辺が広範囲にわたりミステリースポットだとか、あたりに明かりもなく少なく、さすがに夜は怖いだろうと書いてありますけれども、実はここでも心霊写真撮ってる人いるんですよね確かね。あれいつだったかな、高校の時かな、ここ行ってるんですけど、その時にね撮った人の何人かがですねそれで騒いでたことを僕覚えてるんですね。まあそういう場所が何か所かあるということで、ちょっとね後半また、少し僕の経験談なんかもまたお話しようかなと思いますけれども、ここでちょっと一曲、紹介したいと思います。ちょっとね音戻しましょう。先ほど番組冒頭でもお話しましたけども、木村敦樹さん、紹介するって言ってねなかなかもう番組半分になりますけど、一曲紹介したいと思います。ね、有歌壇みんな知ってます？有歌壇、有歌壇というね、この有歌壇のですね、木村敦樹さんボーカルですけど、どうなんだろうな、松本さんあたりは知ってるのかな、大阪で割と有名だった、ね、バンドですからね、有歌壇の木村敦樹さん、このライブを生放送したわけですけども、こちらでですね撮影した、映像があるので、それの一部を今日は紹介したいと思います。お、ブルースさんは有歌壇知ってるんですね。まあ、まずはですね皆さんに親しみやすい曲を紹介したいと思います。どんな曲かというと、まあ、こんな曲です。まあとりあえず聴いていただきましょう。木村敦樹さんの曲です、どうぞ。どんどん行くぜ、はい、ゲッゲッ、楽しい楽しい、お化けや学校も試験も
何もね。ゲゲゲゲゲゲゲみんなで歌おうピキピンゲゲゲゲおー昼は飲んでお散歩で楽しいねお化けには会社も仕事も何もねゲゲゲゲゲのゲみんなで歌おうピキピンゲみんなで歌おうピキピンゲどうしてみんな歌わないんだみんなで歌おうゲゲゲのゲみんなで歌おうゲゲゲのゲよいしょみんなで歌おうゲゲゲのゲあたったみんなで歌おうゲゲゲのゲあいやみんなで歌おうゲゲゲのゲみんなで歌おうゲゲゲのゲみんなで歌おうゲゲゲのゲはい、というわけで皆さん聞いたことありますよね。ゲゲゲの鬼太郎のテーマを、第3代目で歌ってた方がこの木村敦樹さんという方ですね。有歌壇はすでに、解散はしてるんですけども、そのボーカルを務めていた木村敦樹さんがなんと那須塩原市、ライブハウスフリーダムに来てですね、ライブを行いました。それが8月6日の日です。その映像をですね、ギリギリになってマネージャーさんとか OK いただきまして生放送やったんですね。全部見たいという方、ちょっと映像はあまり綺麗ではないんですけど、音声とその場の雰囲気っていうのはすごく伝わるかなと思うんですけど、ナスウェーブのライブイベントというチャンネルの方に再放送がアップされておりますので、ぜひチェックしてみてください。僕はですね、この有歌壇、木村敦樹さんの元バンドですけど、有歌壇に初めて出会ったのが、みんなご存知ですかね、夢で会えたらという番組が昔土曜日の夜にやってたんですね。コント番組です。ダウンタウンとかうっちゃんなんちゃん、そして野沢直子さん、あと清水美智子さんね、6人でやってた番組ですよ。懐かしいですね。これを見るためにね、土曜日の夜は一生懸命、起きてましたね。でこの番組の中で、バンドを目指すコーナーがあって、でそこにゲスト講師としてですね、ユニコーンとかも出てたんですけど、その一組として有歌壇がこの時に出てるんですよ。多分つながりとしては、ダウンタウンが大阪ね、尼崎ですか出身で、この有歌壇も大阪で大活躍してたバンドなんで、そのつながりでね、有歌壇多分関東では初めてぐらい出てきたんじゃないかなと思うんですけども、その有歌壇のボーカルを務めてるのがこの木村敦樹さんという方なんですね。その木村敦樹さんの、僕は名曲と言いたい、曲が1曲あります。サマーガーデンさん、マッチョさんですね。マッチョさんも見てました。僕はこれビデオにね撮ってたんで、何本かねまだその当時のコントが残ってるんですけど、で調べたら YouTube にも誰かがねコントを上げてるんですね。懐かしい、後ろの百太郎だいとかいうの知ってますね、誰か抱っこしてってやつ、抱っこしてっていう、わかんないかな、ぜひ見てほしいですね。そんな夢で会えたらにも出た有歌壇、そして、多分ね有歌壇でゲゲゲの鬼太郎は歌ってたのかな、木村敦樹さんになる前だと思うんですよね。で有歌壇として確か笑っていいともなんかにもね、テレフォンショッキングで出てたことありますよね。僕見た記憶があるので、すごく、こんなね人とまさかこんなとこで会って、そして僕は打ち上げにも参加させていただいて一緒に写真も撮ってきました。ブログの方にアップしてありますけどね。顔のちっちゃい人で、なんか人懐っこい人なんですよ。でそんなに普段口数の多いタイプではないんですけど、すごくライブはパワフルで、すごくユーモアのある方で、ぜひね生で見てもらったらすごく良かったなと思うんですね。僕ももう少し前からね宣伝できれば良かったなと思うんですけど、
まあナスウェブ特権ということで、まあ、ナスウェブ聞いたと言っていただければ2000円で、ね、入ることもできたんですけど、まあ、ぜひねまた次回、来ることがあればぜひまた紹介したいなと思うし、そして、その番組の再放送を希望する人が署名したいとか言ってたんで協力してあげたことあるな、あ、夢で会えたらの話ですね、抹茶さんね、まあそんなわけでその有価団が、まあ、木村敦樹さんがねまた来るときにまた紹介したいと思うし、まあライブハウスの方でも、時々有名なね、ミュージシャンが多数、出入りするようになってきていますので、うん、そういった情報も皆さんにお知らせしていきたいなと思います。まあ、そんなわけでちょっとね木村敦樹さんの、まあ、有名どころ、まあ、皆さんがね、すごく入りやすい曲を今紹介したんですけど、僕の、木村敦樹さんの曲で好きな、まあ、有価団の時代ですけどね、胸が痛いというですねすごい超いい曲がありますんで皆さん聴いてください。木村敦樹さんで胸が痛い、どうぞ。お前に恋して俺の心ボロボロ壊れた、邪魔せばよりなってしまったのさ、あの子近づき行けてたこと寂しさ知らないままでずっといられたがよかった、胸が痛い、胸が痛い、心が泣き叫びそうなの、胸が痛い、胸が痛い、切なすぎて
ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで聴いていただきました曲は木村敦さんの曲で、胸が痛いと、これは有歌壇の時代のですね、名曲なんですね。今ちょっとチャットの方ではね、まあ、ノイズはちょっとねこちらのシステムの問題で今回はちょっと DVD の再生じゃなく、ビデオファイルをね再生したのでちょっとノイズが入っちゃったんですけど、モザイク加工に関してはしてないんですけど、実は画質を上げることはできるんですけど、画質を上げるとですねちょっと見づらいという方が何人かいらっしゃるようなんで、ちょっとねあまり画質を今上げてはいないんですけど、今少し上げてみようかな、上げてみて、皆さんどう映るかですけどね、まあ僕の放送に関しては、まあ、いつも通りこういう感じでね、やってますけど、本当ね、まあそのモザイクみたいに見えたっていうのはね、多分なんていうかな、通信速度とかパソコンの処理能力とかの部分で、まあ、そうなっちゃうのかなと思うんですけど、映像も一応ビデオで撮ったものなんですけど、ちょっとね、スポットライトがそんなに明るくない中でやってたので、ちょっと暗かったので、こちらで少し加工して明るくしたんで、それがね画質をちょっと荒くしてるかなと思うんですけど、まあそんな感じでも、木村敦さんどんな方か分かったのかなと思うんですけどね、すごくねすごいんですよ本当に。演奏中もウイスキー飲んだりバーボン飲んでたんですけどね、グビグビ飲んでるし、そして、まあ許可を取って、まあ、この方はやっぱりライブ中タバコを吸うんですね、うん、本当はライブハウスのそのステージ自体も禁煙なんですけども、まあ、特別許可をいただいてですねタバコを吸いながら話をするんですけども、こってこての大阪人ですごくね話、まあ口下手な人だからすごくね何言ってんのかなっていうような話もするんですけど、うん、すごく面白い話をいろいろしてましたね。まあライブのいいところってやっぱりその曲はもちろんねなんですけど、その MC っていうのもすごく楽しめる部分で、ぜひねこういう近くにこういうライブハウスがあって、でそういう人が来る機会があるので、ぜひ皆さんもチェックして行っていただいたらいいなと思います。まあ、那須塩原市近辺で行くと、まあ、ハーモニーホールとかですね、黒磯文化会館なんかも結構有名な人がちょこちょこ来ますので、ぜひねそういった情報も上げていきたいなと思います。そんなわけで、今日は木村敦さんの、胸が痛いという曲をですね紹介しました。ではちょっと CM です。最近運動不足のベネルッパです。毎週月曜夜10時から1時間ベベベベベネルッパ。健康診断で肝臓が引っかかったベネルッパです。毎週月曜夜10時から1時間ベベベベベネルッパ。シュークリームの食べ過ぎで銀行の残高が心配なベネルッパです。毎週月曜夜10時から1時間ベベベベベネルッパ。この番組では日常のしょうもないランキングを発表します。お袋へ、最近顔見せないけど俺は楽しくやってるよ。寂しい時もあるけど、そんな時はナスウェーブを聞くと元気が湧いてくるんだ。これからも息子をよろしく。毎週火曜夜10時からカモン雄三の優しい独り言。ナスウェーブ初の女性パーソナリティブルースがナスの情報を中心にお届けする1時間、ブルースのハートオブマイン、毎月第2第4水曜日夜10時から。ナスウェーブマスコットのあーちゃんも時々登場するよ。よろしくお願いします。やるなら今その時が来た。インターネットラジオ放送局ナスウェーブの FM コロナがお送りしているコロナ店長のコロコロトーキングは、宇都宮コロナスタジオに毎週素敵なゲストを迎えて楽しく放送している。毎週日曜日夜10時からコロナ店長のコロコロトーキング、みんな聞いてくれ。
はい、というわけで CM を聞いていただきました。ここでメールが届いているので紹介したいと思います。ちょっとね怖い話ということでメールが来ているのでこの音楽ですね。メールありがとうございます。もう本当に毎週メールをいただいておりますが、ラジオネーム勝丸さんありがとうございます。こんばんは。もうすぐお盆ですね。ところでカモンさんはお祓いをして放送していますよね。だって怪談話をする人たちや役者は必ずお祓いするって聞きますよ。お気をつけください。私全くお祓いしておりません。時々寒い空気とかぬるい空気を感じながら僕この放送やってるんですけど、こういう話をするからそう感じてるのかは分かりませんけどね。まあこういう話をすると集まってくるって言いますけど、今日はあまり怖い話してないんでまあ大丈夫かなと思うんですけど、さて霊感のない私はあまり感じることはないのですが、実家にいる座敷犬はよく壁や天井に向かって吠えていますよ。それと誰も来ていないのに玄関に行って吠えてみたり、誰もいない部屋に急に走って行って吠え出したり、人に見えないものが見えているのでしょうかね、ということで、メールをいただきました。そうなんですよね、犬とか猫ってなんか じーっと、ね、何もないところを見つめたりしますよね。あれってどうも見えてるのかななんて本当思うことありますけどね。怖いですね。そしてもう一件メールが来ております。ラジオネームジョーカーあと山吹さんですね。これはあのこれから今から紹介するんですけども、ジョーカーというですね方からメールをいただきました。こんばんは。はい、こんばんは。心霊スポットというわけではないんですが、うちの地元には捨て猫捨て犬の墓場的な場所があります。ガキの頃夕暮れ時にそこを自転車で通った時、嫌な視線と雰囲気がしてそこを通り過ぎようとした時、たくさんの犬猫の鳴き声に囲まれてかなり怖い思いをしました。それ以降そこを自転車では通っていません。他にも意外と身近にそういう心霊スポットってありますよね、ということでメールをいただきました。そうですね、僕今から話そうと思ってたんですけど、時間的に僕の話する時間がなくなったので、来週僕のたった一度大きい怖い経験をした話を来週したいと思います。そんなわけで今日は、音楽切ります。実はですね、このラジオネーム、ジョーカー山吹さんありがとうございます。実は先日日曜日にですね、ライブハウスフリーダムの方で、今毎週やってるんですけど、野外ライブザ野外というですね、ライブをやっております。そこになんと僕はデビューしてしまいました。あまりいい出来じゃないのであまり紹介しませんが、そこで初めて出会いましたこの山吹というですね、本当は2人組なんですけど今1人が活動休止中ということで、ジョーカーさんという1人でですね、今演奏をやっております。宇都宮のねライブハウスとかで活躍しているそうなんですけども、今日はその山吹さんから楽曲いただいたので、早速1曲紹介したいと思います。山吹というですね、こちら、シングルが、ライブ会場でね、暗くて見えないかな、ライブ会場で1万300円でこれ販売してるんですけど、3曲入ってます。今日はこの1曲目足跡という曲を皆さんに聴いていただきたいと思います。聴いてください。山吹で足跡。伸びたり縮んだりして、僕の心はいびつなその形をぎゅっと抱きしめながら丸まって転がってく、転がってく坂道で何かに引っかかって、ふと見上げた空はどこまでも広くて、ただただ何もなくて空っぽさえなくて羨ましく思えた。強い風に削り取られてガラス切らした僕の体を撫でるように、ささやくように優しく揺れる桃花の心、例えばほら僕みたいに薄っぺらくちっぽけでも、歌えばほら光と音に包まれ揺れる僕の体も、色を変え
てゆく。むき出しの空はセピア色に変わる。日常に紛れてくすんだ僕の瞳で描き始めた未来。気もしないで今を見続けたい。それだけで少しは明日が目指せるから、背伸びしていられるから。迷いながら振り返りながら進んできた僕の足跡は誰の目にも触れないまま、風に吹かれかき消されてく。それでもまだ進めたなら、はい、というわけで聞いていただきました山吹で足跡、いい感じですね。実際この曲本番では多分歌ってなかったと思うんですけど、今ジョーカーさんというね、一人で活動しておりますけども、この写真ですね、こちら、これがジョーカーさんです。かっこいいですよね。ミュージシャンですね。いろんなね、なんて言うんだろう、打ち込みとかと合わせて生の演奏やってたんですけど、これも再放送でアップされておりますので、ぜひですね山吹さんの演奏も、チェックしてみてはいかがでしょうか。オフィシャルホームページもこちらのね、写真が載っておりますけども、ありますので、かっこいいんですよ山吹さん。CD ねいただいて本当、ちょっとね来週もまた紹介しようと思いますけどもね、ジョーカーさんがメインで歌ってる曲もありますので、ぜひ来週また紹介したいと思います。そんなわけでもう一通メールが来てるので紹介したいと思います。こちらがラジオネームですね。ラジオネームジャクソン翔太郎さんですね。ありがとうございます。ミュージシャンデビューおめでとうということで、僕あんまりね良くなかったんで、今日紹介してないんですよ。緊張してると言ってた割にはいつもとあまり違わないような気もしたなって。最後の曲はパワフルで一番良かったねということで、次は IS レディオの信号は大で歌っている科目を見てみたいもんだな。対バンはもちろんユキオさんとマダムピロガネーズちゃんで決まりだ。ツッコミどころ満載だなということで、昨日引き続きですねジャクソンさんからもメールいただきましたが、今日ちょっと最後に1曲やろうかなと思ったんですけど、時間あるかな、時間ないな、今日はやめようかな。今日はそのね、実は最後に1曲歌ったのをちょっとやりますか。あんまりね上手じゃなかったんですよ。もう少し練習してね、皆さんに聞かせられるような曲にができるように頑張りたいなと思うんですけど、ちょっとねギターを今準備してますが、ちょっとワンフレーズだけやりますか。あ、タバコロードで会ったセクシーばあちゃん、夢を借りし年頃別れた。じいちゃんどこにおると、見境なくサーチフォンヒー。今にも泣きそうなセクシーばあちゃん、諦めず耐えきれず、あまり群
りをするほどには行けずともじいちゃんに会いたい。おのそばにいてた頃から夢抜きたいやタバコロ、それだけなの。この夜になれば寒かろう、言いに切れずばあちゃんは Only one without sex ばあちゃん。心の夫よのカモレ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 、恋しても飢えてソロン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 、しがなむしがなむ、別れた人を今さら忘れるか、しがなだいしがなだい、これじゃばあちゃんも辛いで、じいちゃんもいないで、情けないもんね。 Oh yeah、 タバコロードでっていう、まあこんな曲、今また詞を間違ったんですけど、まあこんな曲をですね最後にあの1曲歌ったんですよ。そんな僕の再放送も実は載ってますのであのどんだけひどかったかっていうのを見たい方はよかったらあの後でライブ、の方でですね、見てみてください。まあねひどかったですね。まあもう少し練習して僕もまた野外に出たいなと思います。もうねなんだろうな、ミュージシャンってすごいなと思いますよ。舞台の上に立ってね、いろんなこと喋って、で自分たちの雰囲気作って曲を歌うというね、あれは多分ね、でもオリジナルがあった方がいいんだろうな、やっぱりな。オリジナルまあ作れないですけど、ぜひですね、今週もまた15日にこの野外ライブザ、ライブハウスフリーダムの、アコースティック野外ライブザ野外という、ザ野外という題名がついてるんですけど、第3回が今週日曜日に開催されます。15日ですね。ぜひ皆さん遊びに来てください。まだまだね告知がなかなか告知というか、多くの人に知られてないので、こういうイベントがあるんだよっていうのを皆さんも周りの人にぜひ伝えてですね、遊びに来てください。先週先々週は、夜朝10時からスタートしてたんですけど、どうも今週15日は、ちょっと午後ね夕方にかけてやるかなっていうようなお話をしてたので、それが決まり次第またナスウェブのホームページの方に、アップしていきたいなと思っておりますので、ぜひチェックしてみてください。ひょっとしたらまた山吹さんもね、山吹のこのジョーカーさんもまた出て歌ってくれるかもしれませんので、皆さんぜひ遊びに来てください。人が集まればだんだんとねフリーマーケットとか、あとは出店なんかもね、出してやっていこうというお話はしていますので、どんどん皆さん遊びに来ていただけるといいなと思います。それでは今週の日曜日も皆さんお待ちしておりますが、明日は、実は、我がナスウェーブの唯一の女性パーソナリティであるブルースさんの番組が明日、月2回のですね各週の、放送ですが明日放送になります。明日夜10時もまたこのチャンネルで皆さんお会いしましょう。まあそんなわけで今日はちょっと一曲歌ったら時間が押してしまいましたが、このまま終わりにしていきたいと思います。明日はですね、きっとブルさんがまた夏の情報とかたっぷりお知らせしてくれるんじゃないかなと思っております。明日もね、皆さん見てください。そして鴨ゆうぞの優しい一人ごとはまた来週ということで、来週も怖い話特集やりますので、来週はね僕の、経験談お話しますからね、皆さん来週も聞いてくださいね。それでは、この後も起きてる皆さん素敵な夜を。それじゃバイバイ。